20歳コンファカフェ嬢です。ホストに恋をしてしまいました。いくら使っても毎日店に会いに行ってもその先がないことなんて分かってるのに、心の穴が埋まらず多額のお金を使ってしまいます。担当がなすその場しのぎならない言葉を鵜呑みしてしまいます。毎日会いに行くために付属の仕事も始めました。これだけ身を削ってもこれは満たせることはありません。どうすれば抜け出せますか。やっぱ顔写真を貼っつけて、あの出会い系サイトにあのその内容貼ってみてください。で、あの暇つぶしでもいいので、とりあえずあの若くてそれっぽい人に会って、っていうのはあのまあ1日2人ぐらいに会うようにしていくと、まああの2週間ぐらいやるとそれなりに見た目が良くて、それなりの話が面白いと見つかると思うんですよね。なのであのさっさと他の人で興味のある人を作った方がいいと思うので、で今の状態だとそのお金を全部ホストの人に使っちゃってると思うので、なのであの強制的に出会い系サイトで人と出会うっていうのをやって、であの万が一いい人がいたらそっちに移るっていうので、あの出会いを増やしてみてください。